皆さんこんにちは、ママジョイちえこです。今日はですね、サムネのタイトル通りなんですが、 ED 治療薬についてお話ししたいと思います。これですね、私のチャンネルを見てくださっている方からもリクエストをいただいたものです。女性も知っておいても良いことだと思いますので、今日は皆さんに分かりやすくお話ししていきますね。チャンネル登録いただけると励みになりますので、よかったらポチッとお願いします。ED の治療薬、皆さんもご存知かと思いますが、バイアグラ、有名ですよね。その他にもレビトラ、シアリスといったお薬があります。ジェネリックといって後発品も含めるともっとたくさんあるのですが、いろんな名前が出てきたらちょっとややこしくなっちゃうと思いますので、今日はバイアグラ、レビトラ、シアリスについてお話ししていきますね。ということで、この数字、何の数字かわかるでしょうか？ ED のお話をしているからわかりましたかね？これは2016年までの20年間にバイアグラを処方された人数です。しかもこの数字はもともとのバイアグラ、つまり先発品として処方されたお薬とのことですので、実際にはもっと多いということが予想されますね。2500万人、世界中で親しまれているお薬のようですね。そしてこのバイアグラは世界で最も偽造されたお薬の一つなんだそうです。ファイザーというバイアグラを販売している製薬会社の調査によると、英語でバイアグラ購入というワードでインターネット上で検索して出てきた上位22個のバイアグラの販売を主張するサイトのうち、なんと約 80% が偽造品を販売していたということです。世界的にもバイアグラは興味深いお薬の一つなんでしょうね。日本でも個人輸入で手に入れたバイアグラが実は偽物だったということを聞いたことがある人もいるかもしれませんね。個人輸入のお薬については、偽物で何も効果がないというだけならまだ良いかもしれないですが、それだけではないようです。例えば偽造バイアグラを分析したところ、アンフェタミン、つまり覚醒剤ですね、あと抗生物質が含まれているものもあったとのこと。その他にもバイアグラが青いからだと思いますが、プリンタの青インクが含まれているものや、有効成分が過剰なもの、少なすぎるものなどがあったということです。有害物質を含む危険な成分を含んでいるものも確認されています。これらのデータは米国でのデータですので、日本ではそこまでのものは流通していないかもしれないですが、医療機関以外での個人輸入などの購入はリスクを伴いますので、医師の処方箋による処方をお勧めします。このバイアグラですが、1989年に英国のケントにあるファイザーサンドウィッチ研究施設で働いているグループによって合成されました。 ED 治療薬ではなく、高血圧と狭心症の治療薬として開発されたんです。ラットなどの動物では効果がありそうだったので、ファイザーの研究者はこれはいけるって意気込みを持って人での臨床研究へと進めていったわけですね。がしかし残念なことに、高血圧と狭心症については効果が認められなかったんだそうです。1993年、もうこれ以上研究を進めてもダメだと意気消沈していたとのこと。ウェールズ鉱山労働者で研究に参加している人たちに、何か報告したいことに気がついた人はいますかと問いかけたところ、ある一人の男性が、私は夜間あそこがいつもより元気になったみたいですと言ったとのこと。さてびっくり、高血圧と狭心症の治療薬として開発したにもかかわらず、まさかのあそこが元気になるという効果があったということです。この情報を得た研究者は、1993年から英国、フランス、ノルウェー、スウェーデンと他の国でも研究を進めたそうです。
この研究ではバイアグラを渡されて男性が実際に飲んでみてというふうに進んでいたそうですが、週末に残ったバイアグラを回収しようとしたにもかかわらず返さない人がいるくらい効果がすごかったようです。実際には1998年3月に FDA で承認されて販売されるようになりました。そして1998年5月のわずか1週間でなんと30万以上が処方されたとのこと。当時 ED 治療として有効だった唯一の治療法はあそこに注射するという痛そうな治療法だったということですから、薬を飲むだけで改善されるというのは画期的だったのでしょうね。現在では英国で2018年頃から処方箋なしで店頭購入できるようになっているとのことですが、日本では普通に薬局に行ってももらえません。ちなみに米国ではシアリスが前立腺肥大症の治療薬としても使用できるようになっています。それに伴い日本でもシアリスと同じ成分が含まれるザルティアという薬剤が前立腺肥大症による排尿障害を適用として承認されています。ただ ED 治療薬としてはシアリスの処方になりますので自費になります。めちゃくちゃ売れている米国のバイアグラですが、なんと卸売コストは1回あたり1ドル未満だそうです。バイアグラの開発でファイザーはすごく儲かったんでしょうね。さて ED とは、男性のあそこが元気にならなかったり、性交渉の間あそこが元気な状態を保つことが困難な状態です。米国のマサチューセッツの男性更年期の研究では、40歳以上の男性1290人の回答者のうち 52% がある程度の ED を持っているというデータもあります。実際に30歳を超えたあたりからあそこが元気になりにくくなったという声も多いようです。原因はたくさんあるのですが、せっかくなので ED 診療ガイドラインに記されている原因をここに挙げさせていただくと、加齢、糖尿病、肥満と運動不足、心血管疾患および高血圧、喫煙、テストステロン低下、慢性腎臓病と下部尿路症状、神経疾患、外傷および手術、心理的および精神疾患的要素、薬剤、睡眠時無呼吸症候群が記されています。それぞれの病態において様々な原因で ED となるわけですが、血管や神経の障害、ホルモン異常などが原因になっていることが多いです。ここで ED 治療ですが、ホスホジエステラーゼ5阻害薬の内服、つまりバイアグラ、レビトラ、シアリスといった薬剤の内服が第一選択です。薬の作用基準については話すとちょっと難しくなっちゃうかもなので割愛しますが、簡単に言うとお薬を飲むことであそこの血流が維持されてあそこが元気な状態を維持できるという作用ですね。臨床的な効果は 69% から 80% に至るとされています。このバイアグラはあそこの血流を維持するお薬なので、飲んだらずっと元気になり続けるというものではありません。性的興奮もないのにあそこがずっと元気なままということではないですので、ご安心ください。また世界中で20代から80を超える方まで幅広く使用されているお薬です。副作用には個人差があるのですが、顔のほてりや目の充血、鼻づまりなどが出る場合があります。これらは一時的なものとされていますので問題ないです。しかしながらニトログリセリンを飲んでいる方やコントロール不良の高血圧がある方など、自分が禁忌にあたる方については注意が必要です。バイアグラを飲んで性行為中に倒れてしまってそのまま心肺停止、つまり帰らぬ人となってしまった人がいるという話を聞いたことがある人もおられるかもしれません。こういった死亡例は禁忌にあたるにもかかわらず不適切な使用で起こってしまったのかと考えられます。
バイアグラは怖いお薬というイメージを持っている方も中にはおられるかもしれないですが、発売から20年以上経って世界中で販売されていますが、副作用でバタバタとみんな死んでいくみたいな状態にはなっていません。ただ適切な使用を行うために興味がある方は医療機関を受診して飲み合わせなどが問題ないかどうかなど確認することが望ましいです。さて、日本でも承認されているバイアグラ、レビトラ、シアリスですが、これらは食事による影響を受けるかどうかということと、効果発現及び持続時間が違います。バイアグラは食事との摂取で十分な効果を得られないですので、空腹時に内服することが必要です。例えば食後に内服すると決めた場合には、食事をして1時間以上経ってから内服して1時間後に性交渉をするという使い方をします。食前に内服すると決めた場合には、食事の1時間前に内服して十分に吸収された後に食事摂取するといった使い方ですね。効果は 3、4 時間持続すると言われていますが、空腹時縛りがあるのはなかなか使いにくいかもしれないです。ここでレビトラですが、こちらは即効性があり、内服してから約30分で効き始めると言われています。また効果も5時間から8時間程度持続するということと、食事の影響を受けにくいといった利点があります。ただし油っぽい食事やお酒の飲みすぎには注意が必要のようです。そしてシアリスですね。シアリスの最大の特徴は持続時間が36時間に及ぶということです。また食事やお酒の影響を最も受けにくいお薬です。効果が出るまではやや時間がかかりますが、36時間持つので週末使用という使われ方もされるようです。まあ私は女性なので飲んだことがありませんので、使い心地をレビューすることは残念ながらできませんね。さて、皆さんの中にも女性がバイアグラを飲んだら一体どうなるのって思った方もおられるかもしれません。女性が男性が内服するのと同じバイアグラを内服してみるという研究では、このお薬が生殖器の血流を増加させるということはできるんだと結論付けています。しかしながら、これって意味あるのかなという問題が指摘されています。男性の場合は行為のためにあそこが元気になることが必要であり、バイアグラが男性のあそこの血流を増加させることで、あそこが元気な状態が維持されて性交渉が成り立つということになるのですが、女性は性欲がない状態で陰核が元気になったからといって性的興奮がない状態であればどうってことないんですよね。女性の性交渉の時の反応の動画でもお話ししていますが、興奮期があって、抗原期があって、オルザズムに至って、そういうふうに段階を踏んでいくことが必要とされています。なので通常、女性はバイアグラを飲むことは勧められていません。しかし、性欲が低下している場合に使われるお薬は実際にあったりします。商品名でアディール、一般名フリバンセリンというお薬は、性欲が低下している場合に使えるお薬として米国では2015年に FDA で承認されています。ただこのお薬は副作用が強いということと、そもそも女性のニーズがあまりなかったことから、そんなに流行はしなかったようです。2019年には商品名でビリーシ、一般名ブレメラノチドという自己注射剤が FDA で承認されています。ということで、今日は ED 治療薬についてお話ししました。生活習慣などが原因の ED の場合には、まずそこの改善から行うことが望ましいと考えられます。また男性更年期でテストステロンが低い場合には、テストステロンを補充することが効果的という場合もあったりします。ちょっと気になる場合なんかは、お気軽に医療機関を受診してくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた別の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。